ロですえー、皆さんおはようございます今日は勤労感謝の日ということで、えー、皆さん、本当に朝からお疲れ様です <laughs>、えー。大学生で休みの日にこれだけ多く皆さん集まって、えー、間違いなく今日言えることは、 私が皆さんの時よりも皆さんは本当に真面目でよく働いているなということは言えると思います。え今日、私の次に出てくるのは私よりスピーチがうまい細野、合士 <laughs>、政治家としての先輩ですけど私からはですね、今日はせっかくですから皆さんに今日は言葉とビジョンということでお話をしたいと思います。ちなみに今日 僕に何か質問がある聞きたいことがあると言って何か用意してきた人っていますあ、少しいますねちょっともし時間があればその時間も少し作れればなと思いますが最初に僕が皆さんになんか今日一日の、えー、どっか気に留めておいて一日ビジョンを学んでもらいたいなと思うことを言葉というものを通じてお話をしたいと思います、えー、まず最近の出来事から言いますと 私自身もすごく関心を持って見ていたのは、アメリカの大統領選挙です。トランプ、次期大統領が決まりましたけど、相手はヒラリーさんでしたね。ものすごく印象的だったのは、11月9日最後の日です。最後の日のヒラリーさんの敗北宣言。そして、トランプさんの 勝利宣言この2つに現れたことが僕にとってはものすごく印象的に感じました人間味をあまり感じないと言われたヒラリーさんが最も人間味あふれる感動的なスピーチをされたのが敗北宣言でした表情もどこか全てを受け入れたような柔らかさと深みのある表情をされて あれだけ厳しい現実を受け止めなければいけないスピーチで優しい笑顔を浮かべながらだけどもメッセージを最後に残した素晴らしいスピーチでした一方勝利宣言をしたトランプさんは大統領らしくない発言をずっと続けてきたトランプさんが最後にしたのは大統領らしいスピーチだったここに 政治の難しさがあるなと思いました、たもしもあの敗北宣言で見せたような柔らかな表情と人間味のある、そういったスピーチだったら結果はあの大統領選挙どうやったんだろうかとか、逆に言えばトランプさんは最後の勝利宣言のように大統領らしい発言が続いたら勝てなかったんだろうなとか、言葉ってどういう結果出るか難しいですね。まあ、そんんな中で私はは今日は皆さんに まあ、堀さんが私のことを今日このスピーチを大変ハードル上げてくれたんですけど <laughs> 私がどんな思いで自分の言葉にこだわりを持ってるかっていうことをお話をしてそこから何かを皆さんが受け取ってくれたらいいなと思います。私は、えー、常に心がけてることは自分の話している言葉に体温と体重を乗せることです。 実際、言葉に体温と体重はありません。温度を測れることはできないし、体重を測ることもできません。重さを測ることはできません。だけど、必ず言葉には、温度、体温、それが乗ります。そして、受け取る側の感じる重量、それが必ずあると僕は信じてます。だからこそ、 今日も後ろにはマスコミの皆さんがいますけど30分話したって30分報じてくれるところはありません。いかに切り取られるところが致命傷が負わない言葉を選びながら最も伝わるメッセージを選ぶにはそこに体温と体重がなきゃダメだと。 じゃあなんで僕がそういう思いを持つに至ったかそれは人に話を聞いてもらえない体験があるからです相手にされなかった経験があるからですいくら思いを伝えようと思っても思いを伝えることができない体験があったからです皆さんは今多分二十二十歳前後ですよね 覚えてるかわかりませんが私が初当選したのは28歳の時でした今35歳なんですけど今から7年前の民主党党がが細野先生が与党になった時です <laughs> その選挙はとても言葉では言い表せないぐらい今日は言葉がテーマなのに言葉では言い表せないぐらい、えー、本当に厳しい選挙で。 とにかく雰囲気は今のこの自民党に対する政治状況から政治状況がもしかしたら当たり前だと思っている皆さんからすれば全く想像できないかもしれませんがとにかく自民党は嫌いという空気そしてその中でもなぜ自民党が嫌だかというとずっと歴代総理を見ると世襲の国会議員が総理大臣になって毎年変わって それが今の日本の政治を生んでるんだという思いがやはり強かったと思うそしてもうこれは我慢できないということで民主党政権が生まれたのが2009年で私はその時に初めての選挙で自民党から出てますからとにかく自民党の候補は嫌だという空気に加えてさらに世襲の小泉純一郎の息子だということで世襲の候補だということで 2世,3世なんてけしからんという思いがさらにそこに乗っかってくる、まあ、ちなみに私はあの2世3世ではなくて4世です <laughs>、えー、もっと大変だったでそういった中で選挙やってると街中で名刺を渡そうとしても名刺を取ってもらえない目の前で破られる握手を求めても握手をしてもらえないそして目の前には大きな 空間があるのにもかかわらず街頭演説をしているとわざわざ近寄ってきて足を踏んでから行く人 <laughs> そして住宅街で街頭演説をしているときに一軒家の2階から窓がガラッと開いてああ聞いて中で聞いてくれてたんだああ頑張ってとか手を振ってくれるかなと思ったらなんと太鼓を取り出してガンガン鳴らされて妨害されたこと。<laughs> 今でも忘れませんあの光景はあの家の人は今でも太鼓を持ってんだろうかと思いながら今でも忘れませんそして世襲反対と言われてねペットボトルを投げつけられたこと今でもコンビニスーパー行くと銘柄は忘れません恨みはないけど買いませんそして選挙の演説カーの助手席に乗って 街中に小泉進次郎ですとこう手を振って歩いてる人があ近寄ってきてくれてあ,ありがとうございますって握手してくれるのかなと思ったら唾を吐かれたあの時そういったことが自分の中で全部残ってるしかもそれが初めての選挙だからこれはおそらく一生忘れないあれが自分の原点ですその時に本当に話を聞いてもらえなかったんです演説会やっても人来てくれない 今、私は農林部会長ですけど、横須賀と三浦の畑の周りでも演説をしていて、本当にキャベツと大根ほど静かに聞いてくれた人はいなかった。<laughs> 本当にそういう環境で、そしてマスコミも、もう空気は自民党大敗、民主党政権誕生。 本格的な二大政党を添え政権交代が当たり前の時代へという空気だからその作られた空気の中で生きていくためには生き残っていくために生き抜くためにはそして自分の思いを正確に伝えるためにはどうすればいいのかということを徹底的に考えざるを得なかったつまりこれだけ言葉にこだわるのは趣味じゃないんです。 生き抜くたために必要だったんです自分が言いたいことを伝えるためにはだからよく海外の留学で英語を学ぶとかその英語外国語に対する学習とかも私は同じだと思いますけど一番身につくのは話さなければ生きられないという環境に身を置くことだと思います。 逆に言えばあまり話せないって言ってるってことはあまり話せなくても生きていけるからだと思います。私はあの初めての選挙で何を言っても結局は最後はああ作られたシナリオの方に報じられてしまうんだなこの空気の中でその空気を覆す自分の思いを伝えるのがいかに大変かと思ったときに どうやって短い間に的確に言葉を伝えなきゃいけないかということを真に考えてだけどなんでこれだけ話を聞いてもらえないんだろうか世襲ってそんなに厳しく言われる自分って本当に政治の世界を目指してよかったんだろうかと思わされるほど悩みましたよ苦しかった街中に出るのが本当に怖かっただけども その時に僕がやったのは自分の演説を自分で聞いてみたんですどうしてこんなに人は止まってくれないんだろうと思ってそれで自分の演説をポケットに IC レコーダーを入れて自分の話を撮ってましたそれで選挙中に寝る時に夜電気消してベッドの中でイヤホンで自分の演説を聞いてみたんですそしたらですね 驚くくほどよく眠れんです。<laughs> つまらないから自分で話を聞いてみると自分の話し方が自分が思っている以上に早口で一文が長くて言葉に抑揚がないということがわかるんですそれは僕の例でしたけどね 皆さんももしかしたらこれからの時代は僕らの時代以上に人前で自分の思いを発表しなければいけないケースっていっぱいあると思います。これは大学の授業のプレゼンもそうかもしれないそして研究発表とかもそうかもしれないまた団体とか会社とかをやってる皆さんは社員の皆さんの前や投資家の皆さんの前また世の中の人たちに自分の思いを訴えるというその時は必ず私たちの世代よりも多いと思うんですその機会が。世の中には スピーチをうまくするにはこういったテクニックがあるとかいろんな本が並んでますスティーブ・ジョブズのプレゼンだとかいろんなのありますよねだけどどんな本を読むよりも最も自分が危機感を持って本当に変わらなきゃいけないと思うきっかけになるのは本じゃありません自分のことを直視することですだからぜひ言葉や自分の思いをどうやって周りに伝えるのかということで 悩んだりどうすればより良くなるかと思っている人がいたら自分の話を撮ってみるそして自分が話している姿を映像でも撮ってみるそういったことから自分を振り返ることは僕にとってはものすごく最高の教訓教材でありました、まあ、そんな体験があるからこそ今があるんですねそしてそんな体験があるから世の中は 変わるということもわかるんですあの時7年前世襲が今の政治を劣化させた世の中を悪くしたと言われましたしかし数年後ある雑誌がまあ某アイラ,ラという雑誌でしたけどね <laughs> その雑誌が特集テーマをその雑誌でやりましたね その雑誌のタイトルを見た時に私は目を疑いましたね「世襲こそが革新を生む」「<laughs> おいおいちょっと待てよと」と <laughs> そして中を開くと経済界政治いろんな分野の世襲の人たちが取り上げられてるんですこういうもんですだから大事なのは自分が 自分として何をやりたいのかそういったことを持っていることが結果的に今日皆さんが一番のテーマとして掲げている自分はどう生きたいのかそして人生の中で何をしたいのかこれはどんな職業に就きたいのかではなくてどう生きたいのかを選択するということにつながってそこに答えが見つかれば周りの声に惑わされることなく自分を貫くことがきっとできると思っています。 だからそうう今の話をちょっとまとめますとね私は言葉に体温と体重を乗せたいと思っているそしてそれだけ思うきっかけになったのは体験なんですそれは言葉は体験から生まれるということですそしてその体験というのはどんな体験かというと骨が記憶をしているぐらいの体験をしてください 自分の骨がそれを覚えているぐらいの体験をすればそれは決して忘れることのない言葉が自分の中に生まれるはずです。今私は農業の関係やってて今農業関係の改革の調整の真っただ中に今いて自分が今どういう状況にあるかということを最近よく使う表現があるんですけど 登山に例えるんです山は登れば登るほど空気は薄くなる苦しいけど一歩一歩は本当に重いだけどもその空気が薄い中の登山を諦めずに最後まで行けば今まで見ることができなかった景色を見れるはずだとだから酸素ボンベ積んだって落石が落ちてきたって 時にに途中にクレバスがあったったてね最後まで登り切って見たことない景色を見るんだというねそういった今思い出そういった言葉をよく使うんですけどじゃあなんでそういう言葉が出てきたかというと私が皆さんと同じ年ぐらいの時の大学生の時に登った富士山登山の体験なんです。こここのの中中ででで富士山登ったことあある人いいますす結構多いですねじゃあこの中で あの弾丸登山をやったっていう人あ僕も実はそうなんです、まあ、弾丸登山って何かというと、まあ、夜のまあ10時11時ぐらいから登り始めて、えー、頂上に到達するのは朝4時とか5時それで御来光を拝んでそのまま降りて帰るというのがまあ通称弾丸登山というらしいんですねで私もそれをやったんです、まあ、動機は何で登ろうかと思ったかというとものすごく、えー、単純な理由で アメリカに留学することを決めてましたからアメリカに留学行ってからアメリカ人の人たちや世界の留学生たちと話す時のネタが欲しいと思ったんです <laughs> そしたら一番わかりやすいのは日本一高い山に登ったことがあるよと富士山は知ってるだろうとそれで登ろうと思ったんですねそれで登ってみたそしたら登った方はわかると思うけど夜中登ってるから本当に今まで見たことがない満天の星空が見えて そしてあそこで僕が勉強になったのはもう見てもありがたみを感じないぐらい流れ星を多く見たんですその時にあ流れ星っていうのはないんじゃなくて見えないもんなんだなっていうのを勉強になったそしてそうやって一歩一歩登っていくうち最後無事に登山もできるんですけど一番苦しかったところがどこかというと9合目から頂上なんです 空気が薄いってこういうことかと、一歩登るということが、息が切れる、まるで一歩がダッシュのようなね、そういった感覚を持って、登ったことを、今でも自分の骨が覚えてるから、こういった政治の状況で、別に山に登ってるわけではないんだけども、今の自分の置かれてる状況、またその立場を、自分なりに人に伝えたいと思う。 そののの表現の中に自自然と自分の体験から湧き出出るる言葉が出てくるんですそれは私にとっては今回登山だったずっと小学校2年生から高校3年生まで長くでやってた野球の言葉ではなかったここから何が言いたいのかというと皆さんも学生時代に多くの体験をしてくださいそしてそれがどこかで将来自分の中で フィットする表現の言葉がそこに初めて降りてくるという救いになる時があるかもしれませんいっぱい体験していっぱい自分の中の貯金を言葉の貯金をね増やしてもらいたいなと思います残り10分ですから、えー、最後に、まあ、今日は言葉という こととビジョンということですけど私はリーダーに求められるものっていうのはビジョンだけではないいと思いますそこにはその人が今までどんな人生を歩んできたのか何を訴え続けてきたのかどんな道のりを歩み続けてきたのかという今までの足跡 それを人はビジョンとともに見ているのではないかなと、僕は今思ってます。昨日トランプ次期大統領は、選挙で言っていた通り、TPP から離脱をするということを改めて当選後、初めて明言をしました。 私は野党の時に、当時の民主党政権から生まれたこの TPP のきっかけ。私はあの時野党の時から TPP の交渉にすぐに参加すべきだということを自民党内で言ってる少数派でした。今でも忘れないのは、党内反対の大合唱ですから、その中で賛成、交渉賛成だということを訴えた後に、ある先輩から、 部屋に引きずり込まれて、1対1で、なぜお前は賛成なのかということを解き伏せられたことを今でも忘れません。まあ、そんな経緯があった中で、私はその TPP 交渉に即参加すべきだと言い続けてきたことで、選挙の時に、農協の中央会という、これは神奈川県とか都道府県単位である農協の組織ですけど、そこから推薦をもらうことは でできませんでした彼らは TPP 反対だからだけどその後からずっと思いが違ってもどんな会話やどんな対関係性になるかというと TPP では絶対に小泉さんとは思いは合わないだけどあなたはずっとそれ言ってるからねだから 応援しますっていうそんな農協の皆さんが増えてきてくれて都道府県単位の中央会は小泉進次郎には推薦をしないだけど地元の横須賀と三浦の農協の皆さんは僕を独自に応援をしてくれてるそれは TPP に参加をすることを賛成しているからではなくてあなたずっとそれ言ってるからね まあ今、こうやってその TPP が事実上消えたと、アメリカが入る形では消えた、そういった中で、改めてね、実は昨日は農協関係者の皆さんと夜会ったんだけども、その時の話にもちょっと出たけど、結果、こういうふうになったことも、改めて、あなたはずっと言ってきたことは、結局消えたけど、 言っったたことは変わらなかったねってそういった中で言うと本当の信頼関係というか思いが違っても共にやれるというねそういった支援者が出てきますだからぜひこれから皆さんにはビジョンというのが今日のテーマだと思いますけどそのビジョンを大切にしながらも今まで自分がどう足跡を残してきたかということも ものすごく大切だと思いますのでぜひ今日一日特にこれから次は私よりスピーチのうまい細野先生出てきますから <laughs> いろんなことを学んでいただきたいなと思います、えー、最後残り5分です、えー、さっき手を挙げてくれた皆さんから少しずつ質問を、えー、コンパクトな質問をしてくださいそれを受けて最後終わりたいと思いますそれでは質問タイムに行きたいと思います一番後ろのそのそそかけてる方それと どなたかあじゃあ後ろの女性それその前の男性その三人いきましょうどうぞお話ありがとうございましたと不登校生支援を2年ほどやっている浅見直樹と申しますと、うん、質問は一言で相手によって体験をどう選ぶかです先ほどの登山のお話を聞いて僕はすごく共感をしましたなぜかというと僕自身も弾丸登山をしていて<ー>で それとも、失恋をして、あの、もっと強い男になりたいと思って、飽き足らずマレーシアの東南アジア最高峰の山にも弾丸登山しに行ったりとか。結構そういう経験があったので、すごく言葉が響きました。ただこれって同じ体験をしてるからだなとも思います。なので相手が同じ体験をしてるかどうかによって、言葉の伝わり方の強度は変わると思います。その上で学生であったり、政治家であったり、 経済人であったり相手によってどの体験を選ぶかっていう視点を加えているのかどうかをお伺いしたいですうん、うん、お名前何さんでしたっけ浅見直樹浅見さん。あの浅見さん本当にありがとうございます多分その富士山じゃない弾丸登山はもっと激しかったと思いますけど <laughs>、えー、そう言う通りなんです自分が選んだ体験に基づく言葉がどう響くかは 浅見さんにはは登山の話は響いいたかもしれないだけどもしかしたら多くの皆さんには響かなかったかもしれない。だけど逆に言えばね、今日僕はここに来てその話をして、浅見さんに響いて、今日ここ来てよかったんです。200人ぐらいいて、200人全員に伝わるような話をするということは、全員に伝わらない話をするのと同じじみなんです。その中の中一人 その中の一人にこの会場から今日出た後に帰り道の電車とか家に戻ってからとかお風呂に入ってる時とかに何か共鳴したなっていう思いを持ち続けてくれる一人が生まれたらそれは一つの意義なんですだからその言葉を選ぶことそしてどの体験から言葉を伝えていくかということはもちろんその思いを持ってくれる 大勢の皆さんがこの会場にいることが一番いいことだけども逆にそれを考えすぎると本当に自分が何を伝えたいのかが分からなくなるというか伝わらなくなるだから同時にその体験を的確に選ぶということと一方ではちょっと逆なんだけどもとにかく腹の底から自分が思っていることを選ぶっていうことが大事です僕自身もどういった人の話を 夢中になって聞くかとか、とすごいなパワフルだなって思うかというと自分と考え方が合ってるかどうかではありませんとにかくこの人は本気でそう思ってるんだっていうね腹の底からその人はそう思ってるっていう言葉を吐いてるというその人の言葉の力に僕は惹かれますだから今日は浅見さ,さんと会えてよかったなと思いますありがとうございますありがとうございます次どうぞ こんにちは。こんにちは。神奈川県の横須賀市出身の八村美里と申します。お父様の高校の後輩にあたります。横須賀高校。はい。<laughs> 今日あの仕込みじゃないですからね。<laughs> あ、本当に。ありがとうございます。ます今はちょっと東京で一人暮らしをしてるんですが。ちゃんと住民票持っていつか帰ってきたねあ。はい、あの、今はまだ人口流出してないんで、大丈夫です。<laughs> <laughs> えっと。進次郎さんの。えー、体温と。 体重をかけた言葉に魅了された身近な人が私の周りにいまして、私の母なんですけれども、カレーフェスティバルの時に2年連続写真を一緒に撮ってもらって、うん、新次郎さんが今年も一緒に写真撮ってくれた時に、携帯ケースキラキラですねって言ってくれたのって、<laughs> すっごい覚えていて。 その言葉を聞いたときに、ああ、新次郎さんの言葉は着実に一人一人に届いてるんだなということを横須賀で感じていました。そこで、新次郎さんがこう、一体多数にこう届ける言葉っていう場面が多いかと思われるんですが、その私の母であったり、その有権者一人一人であったり、一人に向き合う時間ももちろん多くあると思うんですね。その中で、私は一つ伺いたいなと思っているのが、 恋愛、うん、私もちょっと最近いろいろありますし,し悩むことが多いんですがす <laughs> ちょっとそれはまたゆっくりの相談に乗っていただきたいんですけども <laughs> <laughs> 恋愛そうだなねその自分が大好きな人だったり、うん、この人に向き合い続けたいって思う人小泉進次郎一人の男として体温と体重をかけるということと骨太の 経験っていうのをどうこう空回りせずに向き合い続けてるのかなっていうのを一つ言葉とビジョンをテーマに聞けたらなってすいませんに長くなりましたがお聞きできたらなというふうに思いますいやーやっぱり横須賀の人すごいですね間違いなく今の質問は今日の僕の話よりも体温と体重が乗ってたと思いますよありがとうございますだけど 携帯ケースキラキラですねって言葉に体体温とと重はっってなかったと思いますお母さんにくれぐれもよろしくお伝えいただきたいと思いますが <laughs> そうですねもうなんか終了というあれが出てるから3人目のことあの取れなくて申し訳ないんですけどあの要はプライベートの小泉進次郎とその政治家小泉進次郎の中の折り合いというかそれをどうやって自分で つけてるのかっていうところもあると思うんですけど僕は政治の道を職業だと思ってないんですこれは今日実は最後に恋愛のことはドッキリしたけどあのいいあれを振ってくれたなと思うのは皆さんこれから職業の選択人生の選択の機会が来ると思うんですけど僕は政治の道のことを自分の 生き方の選択だと思ってます職業の選択ではないと思ってますだから一般的に言うとワークライフバランスっていうのは全くない生き方をしてます皆さんのこれからのそのワークライフバランスとか多様な働き方とか新しい働き方から言うとこれは逆だと思いますだからいつも僕は思うのは働き方改革を政治家と官僚が語るほど説得力のないことはないと思うんですけど <laughs> あのだから自分の中では全部いわゆる一般的には休みだと思われている時も含めて常に政治の方に何かプラスのものがないかなと思いながらどんな発想もしてしまうっていうのが自分の本当に自然な感覚なんですよね。だからそういったことを僕は今一番自分の中では 自分の生き方にこう自分に説明をつける,つけるというかでそれが今農業と向き合っている中であそういう自分の自覚というか職業じゃなくて生き方を選んでるんだという思いができてよかったと思っているのは悩んだ時苦しい時精神的にも体力的にもギリギリだなと自分が思う時にも最後に自分を支えてくれることはこの生き方を選んだのは俺なんだというね。誰かかから後を告げとか この仕事にしなさいとか、そういったことではなくて、自分がこの道を選んだんだというこの自己決定に対する責任、これが最後自分の力にすごくなってますね。なんか何の質問だか忘れちゃうぐらいのあれでしたけど、まあとにかくお母さんによろしくお伝えください。すいません長くなってしまいまし皆さん今日は本当にありがとうございました。あり,ありがとうございました。